今回もいろいろと企画を用意していますが、うん、まずは8月9日に発売される乃木坂46の18枚目シングル逃げ水の話をしましょうか、うん、というわけです。はい、逃げ水、うん、逃げ水でいいのかな、逃げ水、逃げ水、逃げ水、うん、え、なんかそのタイトルのあれは秘話っていうかそういうのはないの？別に知らない。知ってます？秘話っていうかどういう意味？なんか生駒ちゃんが知ってたよね。そう、逃げ水知らんの？調べた。急にまあ私も知らんかってんけど、うん、なんかな、うん、そう、生駒ちゃんに私も教えてもらってな、うん、みんなでな、生駒ちゃんに講習会があって、ね、うん、なんかそのさ、道でさ、うん、ぽっこり穴開いてたりするやん、マンホールとか、うん、穴なんていうの、マンホール、マンホールはわかるけど、マンホールじゃくぐみみたいな、コンクリート、うん、コンクリートで穴開いてる、コンクリートとか、なんか地面に穴開いとって、うん、でそれをさ、遠くから見たら、ああそこなんか水溜まりできてるわって思うやん、うん、でも近づいたら水入ってへんっていう現象があんねんて、新機能、そんな道路まだ見たことない、うん、ちょっと出会ったことない、ひなちゃん絶対あれで、なんで私田舎だからさ、バランスしてるでしょないから、見たことないからほんまに、そんな水溜まりかなと思って違うわってなったことない、全然そう、うちもちょっと今全然思いつかないんだけど、まずちょっと違うって書かれてるの、そうやろ、田舎にできる現象みたいな、都会の人は見たことなくて、秋田にはようあるって言ってた、そうそう、で、なんか歌詞のあの最初、サビの最初、ミラージュって書いてある、うん、ミラージュって逃げ水っていう意味、うん、って言ってた、なんか、うん、英語にすると、そうそうそう、そんな英語でもあるぐらい、そんなありふれてることの現象なの、ありふれてるらしい、当たり日の現象、あ、そうなんや、蜃気楼じゃなくて、だから蜃気楼なんちゃう、蜃気楼も、そのデコボコが蜃気楼、ん、まあいいや、うん、まあいいや、諦めた、調べていたね、調べていただいて、サビもほんまは最初逃げ水やってんな、歌詞が、ね、うん、逃げ水みたいな、難しくない、逃げ水、なんか、うんうん、語呂悪すぎてね、うん、そしたらミラージュになんか阿久本さんが書いてはった、うん、そうなんだ、でもタイトルは残して、そうみたい、タイトル知らなかった時、私に逃げ水じゃなくてミラージュだと思ってて、シングルの名前が、分かる、そう、日差しが強い時に見れる、ね、今 MV も流れてますけど、本当だ、ね、川越ひなちゃん最高です、ありがとう、ありがとう、なんでそれ読んだのそこ急に突っ込まれてもありがとうえ、デコボコは関係ない、まあいいや、ちょっと今の間違いだったってこと、全部聞かんといて間違いない、ね、でもそう言ってたもんな、なんかぽい、なんか穴と、穴がどうのこうの、田舎の穴がみたいな、田舎くくりやめてそう、でもほんまに田舎でっていう、まあちょっと調べてみます、うん、で、なんかね、うん、MV も結構、うん、なんかちゃんとした設定がね、いろいろあって、うん、あ、なんとか、なんかなんとか名字、そうそうそう、名字イタン、イタン、イタミじゃなくて、イタミ、わかんない、あ、イタミか、イタミ、私イタミマチさんだし、イタミミナミさんですって、イタミミナミさん、なんか役設定ありました、は、生駒ちゃんと姉妹で、うんうんうん、で、なんか、なんだっけな、なんか真面目な感じの人で、ずっと生駒ちゃんと同じ動きしなきゃいけなくて、双子ちゃんだ、そう、新年みたいな、双子だ、双子っていう設定、双子って設定だった、かわいい、かわいい、なんかパン派とさ、ご飯、あのそう、うん、どうした、パン派とご飯派で、ね、私すごいなんかパン派になんでいないのみたいに言われてて、うん、困ってるそれ設定なくてご飯派だったからね、抹茶ご飯派だと思うね、でそれもなんか勝手に決めていただいてた、うん、監督さんが、そうなの、ね、うん、たまたま、うんうん、誰、監督さん今までの誰、あれ、うん、のどの人に興味なんで、私はやってた人、やってた、そう、あのこれこれ、そう、あの山岸監督、そう、山岸さん、山岸さん、ひなちまの、あ、ひなちまのやつとか、ミオナのあの、ナン振ってくるやつとか、あ、わかる、ね、面白い感じの、でもめっちゃ綺麗だった、山岸さんか、山岸さんいいですねね、山岸さんめっちゃいい、超綺麗、ね、可愛いし、はい、次、次の曲